筋肉系スポーツ番組で準優勝を果たした俳優、野村勇輝さん。身長189センチと体格に恵まれ、高校ではキャプテンを務めていました。今回は野村勇輝さんの父親、野村正樹さんと母親について、サッカー選手の兄や土屋太鳳さんとの関係についてお伝えしていきます。野村勇輝のプロフィール、生年月日、1994年、平成6年、6月21日。身長、189センチメートル。出身地、東京都。最終学歴、北海学園大学経済学部卒業。所属事務所、イマージュエンターテインメント、俳優業、モンイマージュ、モデル業。牧師、野村勇輝の父親は野村正樹。野村勇輝の母親は元モデル。野村勇輝の兄はサッカー選手。野村勇輝は土屋太鳳と仲良し。野村勇輝の父親は野村正樹。野村勇輝さんの父親は俳優の野村正樹さんです。ドラマ、水戸黄門に登場する忍者、菅野飛び猿役でおなじみですね。1952年生まれなので、2023年現在では71歳になります。息子の勇輝さんと同じく正樹さんも筋肉俳優で、身長は181センチもあるとのこと。少年時代は野球で体を鍛えていたそうですよ。テレビ番組、スポーツマンナンバーワン決定戦では常連の出演者で、コロッセオの鉄人とも呼ばれています。運動神経抜群の正樹さんは、両腕に勇輝さんとその兄を背中に乗せて腕立て伏せをしたり、担いでスクワットをするなど筋トレを欠かしませんでした。息子たちと一緒にトレーニングをする風景を想像すると、なんとも微笑ましい光景ですね。きっと子供好きで、面倒見が良いのでしょう。親子関係は良好なようで、正樹さんと息子の勇輝さんはテレビで共演しています。勇輝さんが、正樹さんの体がだらしないと、スポーツマンとして許せないといじる場面も。芸人の有吉さんからは、スポーツマンじゃなくて俳優だよ、と突っ込まれ笑いを誘っていました。水戸黄門で有名な野村正樹さんですが、実はもともと歌手を志望していました。1969年で17歳の時に、歌手を目指して兵庫県から上京。様々なバイトを掛け持ちしていましたが、靴屋で仕事中に事務所からスカウトの声がかかり芸能界に入ります。1970年には、一度だけなら、で見事歌手デビュー。高い歌唱力と端正なルックスから、歌謡界の若獅子、とキャッチフレーズがついていました。一度だけなら、は大ヒットして日本レコード大賞新人賞を受賞。さらに NHK 紅白歌合戦へも初出場を果たし、デビュー直後にしてブレイクしました。その後さらなるスキルアップを図り、2年間アメリカに留学に行っています。留学中は、間違えて入店したゲイディスコで低層の危機に遭遇しました。これをきっかけにいざとなったら戦えるよう、筋トレを始めた噂です。帰国後の正樹さんの体は鍛え上げられ、それを目に留めた、水戸黄門、プロデューサーが飛び猿役に抜擢。以降正樹さんはレギュラー出演となり、イケメンで色気ある姿で俳優としても人気を集めました。なお、飛び猿役はもともとは存在しなかったキャラクターで、正樹さんのために急遽作られたそうですよ。野村勇輝さんの父親、正樹さんは上京後すぐにブレイクし、俳優としても成功しているので天性の芸能人と言えます。野村勇輝の母親は元モデル。野村勇輝さんの母親は幸子さんと言います。元モデルの噂ですが、年齢や顔は分かっていません。
ゆうきさんの生年月日は1994年6月21日なので、それ以前にまさきさんと結婚したのでしょう。まさきさんは1994年で42歳です。40代で子供を授かるケースは多くないので、母親は父親より年下なのではないでしょうか。息子のゆうきさんは端正な顔立ちをしているので、おそらく母親も美人な方と思われます。またモデルをしていたとのことで、背も高いと考えられます。野村ゆうきの兄はサッカー選手。野村ゆうきさんの兄はサッカー選手の野村正隆さんです。正隆さんもまた高身長で、188センチもあります。兄弟親子で顔も体格もよく似ていますね。運動神経が良いのも遺伝が関係しているのでしょう。兄の正隆さんのポジションはゴールキーパーで、これまで名古屋グランパスやロアッソ熊本などでプレーしてきました。2023年現在は富山新庄クラブに所属し、サッカー選手として長い経歴を持っています。小学3年生でサッカーを始め、日本学園高校、駒沢大学へと進学しました。しかし大学ではキーパーとしての力を十分に発揮できず就職活動を開始。不動産会社から内定をもらいましたが、高校の恩師の勧めでカターレ富山の練習に参加して実力試しをしたと言います。そこで、プロでも通用すると実感した正隆さんは、内定を辞退しサッカー選手として進むことを決心しました。スポーツ万能なのは父親譲りで、正隆さんのサッカー愛は弟の結城さんにも引き継がれていたようですね。野村結城は土屋太鳳と仲良し、野村結城さんは女優の土屋太鳳さんと3歳の頃からの幼馴染です。幼稚園、小学校が同じで、小さい頃よく遊んでいたとのことです。土屋さんは幼稚園から和光学園に通っているので、ゆうきさんもそこに通っていたということですね。和光学園は音楽と演劇の教育が豊かで、多くの有名人や二世芸能人を輩出しています。小さい頃よく遊んでいたということは、実家の場所も近いかもしれませんね。二人は連絡をよく取り合う仲良しグループの一員で、小学校卒業後も交流があるとのこと。SNS に2ショットも投稿し、話題になりました。仲の良さが反響を呼び、2017年3月バラエティ番組、行列のできる法律相談所で共演しています。ゆうきさんは幼馴染の素顔を暴露し、土屋さんの意外な一面が判明しました。というのも、土屋さんは男らしい性格をしているというのです。さんだと疑ってしまうくらい、と発言しており、恋愛ドラマを見ていると気恥ずかしく、いつもと違う、と突っ込まずに入られないそうです。また司会の MC 宮迫博之さんから、土屋さんは普段もおっとりした話し方なの、と聞かれると、久しぶりに会った時喋り方が変わっていて驚いた、ことも明かしています。この発言はネットニュースにも取り上げられ、土屋太鳳はキャラ作りしていると噂になってしまいました。しかし後日、ゆうきさんはこれを否定、久しぶりに会ったら女性らしくなっていて驚いたという意味です、という趣旨のコメントで土屋太鳳さんをフォローしました。番組中では土屋さんを、お前、と呼ぶなど、二人は兄弟のように仲良しだということが伝わってきます。ゆうきさんは幼馴染の目覚ましい活躍に日々刺激をもらっているそうですよ。